養ってもらってる。おいしい。ほっこり。もう二度と何も仕事はしないって決めた。これからは何も仕事しないって、一生紐になるって決めた。あと30年逃げ切れば年金生活。年金まで頑張るぞ。切らない。あんなの切っても1円にもならねえよ。アンチついてくるだけだよ。年金俺払ってる。嘘だろ大魔王さん。マオさんがデザート何にしようかなって言ってる。クレープにする。あのクレープが忘れられないだろ。クレープに知っとく。クレープです。でも太っちゃうよね最近ね。乳麺カレークレープだってすごくないかい。お前の囲いどこにいるって言ってるだろう。うちらの囲いはみんな YouTube ライブに見に来てくれてるからな。2日目のカレーです。エミリーごめんって許してくれよ。ケトビ昨日紹介されたんですよ、リスナーさんから。ケトビってドラマ面白いよ、ケトビドラマ面白いよって。あ、ワッフルもいいですね。ワッフル、トッケビって映画、韓国のドラマ面白いって言ってて、俺それ見始めて5分で寝ちゃったんだよ、いびきかいて。エミリーに一人であんな辛いドラマを一人で 2話まで見ちゃったんだよ。ごめんね。めっちゃ面白い。めっちゃ面白い映画。もう今頭の中トッケビの流れてるもん。わかった、ごめんね。それ一人で俺寝ちゃって。うん、一人で見てよかった。俺と一緒に見ないでよかったってこと。久しぶりハマったって感じ。うん、時代劇の方が面白いんだ。ごめんね。いちご大好き大門さん。俺もパッチギの時代だった。最後感動する。3回も見たの。あんなに長いの、うんうん、うわ、ケーキ屋のプリンとか最高じゃないですか。うわ、あ、ケーキ食べたい私。そうなんです、大魔王さん。うち貧乏であんまりケーキ買ってあげられないんだよ。最近ケーキ食べたいなって思っちゃう。シュークリームで我慢しなさい、シュークリームで我慢しなさいっていうのが小山家の教えなんだよ。こういうなんかかっこよ、なんか最初はこの人かっこいいかなって思ったけど、見よったら、あ、なんか分かってきた、かっこよさが。表情がいいよね。お前、要は誰でもいいんだろ。なんか寡黙で。あれだよね、感染なんとかに出た人ですね、出てた人。
色気がある。うん、そんなこと言うなら、あのチキン雇ってくれた女の人美人じゃなかった？美人だと思う、普通に。あ、マックの新作今日出たの？チキンタツタだっけ。いいよ、食いたくねえよ。新作って思えないくらいいつも 毎年出てない。500円飛んだよ、嘘。ごめんなさい、アイテムありがとうございます。あの、こっち収益ついてないんで、よかったら YouTube ライブに来てくれたらすごい嬉しいです。すいません、アイテムありがとう。ケーキ見えた、ありがとう。いちごでビタミン、マックの新作のデザート、なんだろう。お母さんが、お母さんがアラブの石油をビルゲイツ、ソフトバンクスマッシュ。お母さんがいないとやっていけない。お母さんありがとうなんだけど、お母さんありがとうなんだけど、カレー美味しいよ。うん、ちょっとなんか野菜だけちょっと温まってなかったから、ビルにあっちゃう、ちょっと熱いかもしれない。探してくるね、ありがとうございます。大門さん、大門さん何を探してくれるの？デザート。嬉しい、優しい。嬉しい。スプラトゥーン。ありがとう、スプラトゥーン。本当だから、大魔王さんって飼育係だよね。俺たちが動物園で、こういう黒川動物園っていう檻で飼われてて、ああ、しょうがねえな、今日も餌の時間か、っつって。素敵だよね、なんか喜ぶ顔が見たいっていうおもてなしの心があるんだろうね、大魔王さんとかジサティンとか。徳を積んでるよね、人として。うん、人を喜ばせることができるって、すごい。アミタロちゃんってゲームとかするの？あのね、スイッチでフォートナイトはハマった。お前らとは違うんだぞ、ツイキャスの民。お前らはね、あの動物園で、美味しかった、子供なんだよまだお前らは。あつ森もやった、だいぶ広くした自分の島。わ、あの動物ぶっさいくだな、くっせえな、うわ、よだれ照らしてる、あ、うんこした、うんこした、切ってね、切ってね。子供なんだよお前らは。ツイキャスの民、キャスでゲームしてた。 YouTube の民はね、あれだから、ごめんなさい、あらやらしい、あらららら、冷房つけたいぐらいある。窓開けるか、とりあえず。うん、危なかったら言ってください。多分大丈夫っしょ。ありがとう、カレーいただきます。わーい、そうめんも食べちゃう？普通に冷たいそうめん。冷たいそうめんもあんの？あるあるある。あ、余ったからちょこっとだけ届いたんだ、そうめん。取っといてないけど、すぐ湯がける。湯がける？あ、まだ何も湯がいってないってこと？うん、冷たいそうめんも食べたくない？大魔王さんの、あの、デザートにちょっと残しとかないと、俺らいい爆発するぞ、そのうち。もう今日化粧してみた。ガチありがとう。あ、してなかったかも。今 YouTube ライブではエミリさんがすごいお乳出してるからな。いやですね、谷間見えるぞ、ラッキーラッキー角度だぞ。切らねえって何回も言ってんだろ、何の得もねえんだよ。カレーうまっ。なんかちょっとするフルーティーでね、なんかわかる。いや、めっちゃうまい、なんか納豆入れたい。嘘だろ。いい？いいよ、俺が先にちょっと食ってからね。なんか普通のカレー食えなくなるのわかるだろ。うん、
か濃厚なんだよ、めちゃめちゃ。これなんだ、鈴丸ソカタンがくれた鈴丸という納豆です。初めて。バジョみたい。カレーに納豆ね、合うよね。何回合うよ。合うよ。ちょっとコンディション悪くて。もうご飯食べたら元気出てきた。なし、類似に魅力なし。俺が仕事してると聞いてたのか。キャピー、キャロピーピー、キャロピーいつもお茶ばっかりありがとう。ありがとう。昨日触発されてカレー仕込んでる。イエイイエイ。うまいカレーの作り方教えてくれよ。カレーってさ、混ぜれば混ぜるほどだからね、俺のそのなんかカレー師匠はいろいろ試したらしい。ワインで作るカレーとかいろいろ。マザーの映画みんな見て感動するよって言った、ね、翌日マティアスが配信で昨日夜マザー見て感動したようなこと言ってた。ここ見てたのかもね。マジで話してたもんね、マザーの話。うん、食べたよ。いいよ。ドカーン。トッケビだから今2話まで見たのか、2人で。3話に入ったとこで、しぶしぶやめた。エミは2話までを2回見てる。今日は夜しか配信したくなかったの。それか休みたかったの。トッケビ見たかったから。でもご飯食べようってなったらね、行きましょうってなって。俺と今日の目標は TikTok を2時間。2時間、まあそこの公園行ってもいいし、うん、いやありがたいことだよ。ツイキャス500人、こっち300人。ありがとうございます。安定してきたよね。これがちょこっとずつ伸びていったらいいよねとか。TikTok 行っちゃうときはさ、YouTube ライブしかつけないで、TikTok と YouTube ライブだから、ツイキャスの人は一応ね、なんかもし興味あるんだったら、YouTube ライブ登録しといてくれた方がいいよ。ダンスね、うちもしたい。ルイジさんと踊りたい。だから俺がダンスのセンスがないの知ってるだろう。今でも踊れんくてもそれが面白く映るけん、やってみようよ公演で。あれって TikTok の配信しながらできるの。うん、だろ。しかも音なんかで YouTube に入っちゃまずいだろ。ガッチみんな楽しそうになるねって言ってさ、なんかちょっと日中見たら閲覧みんな800人ぐらいずつだったじゃん。800人が2人3人ぐらいで、他全員100ぐらいだったじゃん多分。何の配信？ふわっち TikTok の方が多分盛り上がってるよ。 TikTok さ、閲覧10位ぐらいまで全員2000人ぐらい、1000人以上いるよ。すごいね。でツイキャスも閲覧15ぐらいまでなんか1000人以上はいて、でもうツイキャスの1、2、3位はもう6000とか7000とか。ふわっちだけだよあんな盛り上がってねえの。うまー、食べてん納豆カレー。
やディスじゃなくて盛り上がってるかっつったら怪しいよなって感じ。なんかいろいろ一回ふわっちを離れてみて思ったんだよ。もう閲覧1000超えるなんてさ、ゼロワンさんだけやん。もうパルパルさんとゼロワンさんって何、料理配信してんの？あれ料理、料理配信わかんない。何の配信してんのかわかんない。だからせいちゃんがずっと言ってたんだよ、ふわっちもうちょっと育てかないとダメだね、育てていかないとダメだね、下育てよう下育てようって。飯雑が多いんだね。ちょっとせいちゃんの気持ちが分かったよ。7番ゼロワンさん見てんだ。いや大手気取るってわけじゃないけど、なんか他の配信もすごいなと思った。モスコちゃんなんてさ、ふわっち始めたで見てた時俺400人とか300人だったんだ。やつらせいちゃん今やってない。そのモスコちゃんがさ、TikTok で5000人とか6000人とかさ、もう第二のさ、あれじゃん、藤沢奈々ちゃんじゃん。すごいよね、モスコさん。でも TikTok では、うん、女王じゃない。そう TikTok のもう藤沢奈々ちゃんじゃん、うん、すごいよ。だからあね、7番みたろうの見てると関連で出てくるんだ、ゼロワンさん。俺をね、だから何かに絞った方がいいのか、こう満面なくやってたらいいのか、ちょっと謎だよね、今考えてるよ。 TikTok 終わり近いの？なんで？なんであんなに TikTok 盛り上がってたのにさ、盛り上がってるのに TikTok 終わり近いの？いや、その稼いでなんぼやぞだったらさ、じゃあ17とかさ、なんとかとかそれじゃんね、閲覧300しかないショールームかな、わかんないけど、あそこの方が稼いでるじゃん。もう女の子のもうキャバ嬢みたいなサイトやん。で、閲覧がいらないんだったら、もうよっぽど稼いでるんだったらさ、昨日ちょこっと見たんだけどさ、エロチャットライブとかすごくない？閲覧10人20人ぐらいしかいないのにさ、1時間で100万ぐらい稼いでるで、あいつら。ちょっとおっぱい見せるだけですごいよね。いろんなサイト見てんだよ俺。でも俺は無料で見てるからね、あのエッチなサイト。全然お金かけてないからね。なんか、漫画のサイト見てたら勝手にこう広告が上がっていっちゃって、おっぱい出してるから、これなんだろうと思って見たらアダルトチャットみたいな。見てみ、ちょっと、いろんなサイトググってるとさ、エロチャットライブ、女の子と直に話せるよみたいな。めっちゃアイテム飛んでた。えっ、TikTok 日本も禁止になりますよ。ほんと？ほんと？ TikTok ライブなくなるんだ。やっぱ YouTube とツイキャスか。時代は。いや、ザマーって俺ら TikTok まだ始めてもないから。風俗場の休憩時間にやってんだよアホ。風俗やんなくてよくね。1時間で100万円稼げんだったら風俗場やんない方がよくね。思わん？汚ねえジジイにさ、ベロチューされてさ、おっぱい揉まれてチンコ入れられてさ、それよりさね、裸でこうやってチャットやっててさ、100万稼げるんだったらさ、風俗場やらねえ方がよくね。頭悪いのかな風俗場って。
海老沢奈々ちゃんも若い子のアプリにおじさんおばさんが入ってきたら終わりが近いって言ってた。どうなんでしょうね、若い子のアプリにおじさんおばさんじゃなくて、アプリ続けてっておじさんおばさんがなったところに若い子が参入してくる方が多いからな。若い子から始まるアプリってなかなかなくないですか。今から風俗にその論理で突撃行け。 OK です。嘘でしょ、大魔王さんがいいもの見つけてくれちゃったって。大魔王さんが送ってくれて、これ良かったね。これ乳麺もう一個言ってたら大魔王さんのデザートが美味しく食えなかったよ。エルマちゃんもアホ、エルマちゃんはアホだね。もっとうまい稼ぎ方あったし、もっといい時期があったのに、アホだね。フルーツ盛りだってエミリー。嘘でしょ、嘘でしょ。大魔王さん、エミリーの乳首出てる写真送りますね、後で。ちょっとザクロがついてる写メ送ります。ザクロ乳首の、輝きって